さ、朝から勉強とかしてたんだけど、ちょっとやる気出なくて、とりあえずメイクして気分上げようと思って、ちょっと外にご飯食べに行ったりして。ナウ 夜行性すぎてやっぱ。ちょっと気分転換に配信でもしようかなっていう気持ち。みんな見れてない説あるけど。一日オフなんて久しぶりなのでは？昨日もか。あれ昨日？何それ？すごっ。すごっ。T シャツ干し。こげちゃん、T シャツ干しありがとう。すごっ。すごっ。何ギフトなの？梅雨洗濯できないギフト。ようよく上がってる動画かわいい。ありがとう。やっほー。めっちゃ変わってるギフト。なべちあじさい。きのじい。これ何？雨。雨ってこと？雨。ありがとう。まゆせいさんも雨ありがとう。そう、珍しいですよ、ほんとに。そう。でも全然巻いてない。とりあえず気分転換にね、着替えてみた。もう配信終わったら勉強しますかって感じ。なんかね、ポニーテールしたらね、びっくり。何これかわいい。虹に乗ってるクマちゃん、ミトパン。虹クマ、クマ虹、太陽、太陽、クモ、そして虹。ありがとう。待って、髪がさ、この間買ったと思わせておきながら買ってないんだよね。残り1枚見つけて書いたんだよね。アニメーションないやつね。 確かに 確かに。ありがとう、ミトパン。嬉しい。すごく、とてもかなり嬉しい。 次の配信は必ずコピー用紙を買います。ミトパン、待っててください。待っててください。ごめんね。絶対書かないってことはないです。ありがとう。こんばんは、こんにちは。久しぶりすぎて心で泣いてる。笑って。勉強しないと。明日は学校なんで、今日は早く寝たいんだ。絶対に今日は早く寝る。だからもっとなんか活動しないと。もっと疲れないと。 疲れないと寝れないから。今雨降ってる？いや、降ってないかな。勉強頑張ろう。デコパンマン、ラブレターありがとう。頑張らないと。ちょ、めっちゃ動こう。 ダンスでも踊ろうかな。腹筋とかしようかな、後で。めっちゃ見たいけど、会社のデスクでこそこそ見てるの。偉い人だからね。ありがとう。またね。偉い人だからね、こそこそ見なきゃいけないよね。腹筋しなきゃ。ラッキー。おいで。あっちの部屋に。短い時間でも動いてるリッセンさん見えたので元気出ます。頑張って。うわ、すごっ。すごい。のびち、キラキラお日様ありがとう。スタンド FM、 あ、今日ラジオなら。あ、そっか、木曜日は。今日、こんにちは。ペット飼ってるの？うん。ラッキー、ラッキー。全然来てくれないな。あ、ちょ、ボロボロだ。こんにちは。あ、来た来た来た。天気予報みたいなギフトね、可愛いよね。仕事中頑張って。お仕事。一回電気消してあげようかな。眩しいだろうか。あ、やっぱ電気なかったらめっちゃカメラ見るね。かわいい。嫌がってます。
嫌がってます。重いな。逃げられた。うるせえさん、あ、ハートありがとう。逃げられてしまった。ちょっと移行されちゃうの。お、雨上がりの空は若菜からお日様の涙。すごっ、確かに雨上がりの空はカラカラお日様の涙のレインボーだったで、ね、今すごっ、すごっ、こげさん、雨上がりの空はカラカラお日様の七色レインボー、ありがとう。すごい、雨上がりの空はカラカラお日様の七色レインボー、少し照れてもここでいるんだ、ほら大事なものがダラダラしてる間に消えていく、春の花びら遠くに。あ、そうだ、今日やっと私の全力アピールですよ。私の回見てください。夜放送の TBS のバラエティに出てます。みんな見てほしいな。ボルダリングやったの。ボルダリング、ルームフォローありがとう。デコパンマンかわいい、ありがとう。スペースゴーさん、バラちゃんありがとう。24時55分からです、ありがとう。同じ場所でボル投げしに来てなんて番組へ。 TVer どうだろう。でも YouTube にもあの配信されるんですよ。全力アピールっていう番組名です。全力アピール。雨上がりの空はカラカラお日様の七色レインボー、見てね。さえりちゃんが運動神経抜群な姿が見れます。さえりちゃんの運動神経抜群姿が見れますので。てか6月になりましたね。今日が2日か。学校頑張った、ありがとう、そうやって言ってくれて。今日2日だよね。え、あ、6月1日だった。ミスった。うん、くまありがとう、I love you。そうだ、1日、6月1日になりました。6月に入ったということで、私の6月の本気の目標はクソ勉強するです。やっぱ5月やっぱ仕事が多くて結構ね置いてかれているので、今月で巻き返していきたいと思います。頑張ります。あと節約、節約したい、すごく、かなり、とってもしたいです。あまり買い物をしない、今月は絶対しない、買い物したくない、本当にしたくない。だからなんかもう本当に1週間はこのお金でやろうとか決めて、外食とかも控えようかなって思いました。頑張ってやっていってみたいと思います。大きな買い物があるわけじゃないんだけど、やっぱちょっと貯金しときたいというか、ね、あんまり豪遊してもあれなので節約ですね、今月は。と本当に一番くじだけはやらせてほしい。そうだ、結局機材まだ買ってないんですよ。ナビチファイト10個ありがとう。そう、機材だけは買わなきゃいけない、機材だけ買う今月は。
機材だけ。マジ消防士のテキストクソ高いから。似たような目標2つで笑った。いやマジ消防士のテキスト高いんよ。しかも過去問集も毎分野ごとに変わらなきゃいけなくて、出費がとんでもないんですよ。学校代も今払ってるんで、やばくて。そう、 DJ ブース、うん、制作、曲の制作ブースを作ります。その機材だけ。今月の大きな買い物はテレビも我慢。テレビもまだ買わない。今月はテレビも我慢だから、テレビ貯金しようかな。500円玉貯金みたいな感じで。テレビも甘えて買わない、我慢してる。テレビも我慢。 IQ テストは、 IQ テストさ、あのペイパルじゃん。ペイパルさ、インスタグラムの配信の収益で何円かあるんよ。それでやったペイパルさ、あれないよ、銀行に下ろせなくてさ、うまく。そうそうそう、だからずっとペイパルに残ってるからさ。ガチャガチャもやめる。今月は絶対に機材だけ買い物は。あとはまあメイク用具とかはもうシャアなしのやつは買うぐらい。必要だなってやつは買います。だから愛が買い物してたら怒ってね、機材と必要品以外で。もうペイパルはね、ラキのご飯も買う。機材と一番くじの天夜だけはセーフね。うちん雨ありがとう。おお、いっぱい梅雨だね。梅雨来ちゃってるよね最近。いっぱい降ってるありがとう。わあ、相変わらず平成プリクラだ。機材は買うぞ、機材は買うぞ。ええー、ごちんいっぱいありがとう。機材は買って曲作りするぞ。ドキドキ。今月はメインは勉強ですね。マジ勉強しないと路頭に迷っちゃうので。機材高い、バカ高い。長いトイレからそろそろトイレ来てくれてたのありがとう。この時間あんま良くないかな、やっぱ私の気分転換にみんなを付き合わせてるな完全に。お仕事戻るね、夜のテレビ楽しみ。ありがとう、みんなお仕事中に見てくれてるんだ。やっぱごめんね、あんま良くない時間か。そうだよね、そうかなとか思いつつやったこんばんは。どうしたの。あ、チュー持ってきた。は、お疲れ。最高の息抜き、よかった。お疲れ様よ。めっちゃモハモハ噛むから事故防止よかった、お疲れ。お仕事マラキー、爪切った方がいい絶対。なんで切らんの。努力家じゃないよ全然。私怠け者だよ、怠け者世界代表って感じよ私なんて。本当にほんと怠け者世界代表やから。
あんた爪に全部引っかかるやん。爪切らしてくれんきで、それは。面白すぎる、みんなに見せたい。いや、爪研ぎ置いてるんやけどね、最近爪研いでる様子もない。あんた、あ、びっくりした。そう、爪研ぎは結構いいやつ、ペットショップで買ったやつずっと置いてるけど、最近研いでるイメージない。折れそうになるわよな、あのギャルの爪みたいに。言葉にすれば消えちゃうくん、今誰に爪切ろうって言ってるの？にゃんこです。無視された。可愛いでしょ。抜き。ファンさせてあげて。いた、書いた、爪でちゅう。爪めっちゃ出してきてるでやん、それは怖いちゃう。切りたい。毛はめっちゃ毛だらけ。服かゆい、顔が毛で、鼻の中に毛が入るんよね。見て、やばくね。えぐ、今日おろしたてやのにこの洋服、えぐ。今毛抜ける時期なんかな、ずっとなんかな。私黒い服ばっかりやのに。ブラッシングね、確かにあんましてないかも。しよう。黒は目立っちゃう。チョコアレルギーはないね、私多分。ないよね、こんな感じだと。ないよな。でもこのマットも昨日コロコロ、ここにマットあるんですけど、昨日コロコロしたのにもう猫の毛、もう猫の毛でいっぱい。はにゃって感じ。はにゃはにゃにゃ。毛が毛すぎる。このポロシャツ生地余計つきやすいんだろうな。やば。アイリちゃんはずっと種でいいんですよ。自らそうしてるところはある。どっちかというと。例えばフリー枠でやるんです。ちょっと配信を。フリー枠ラブ。今この同じ瞬間共有してる時間。って書
かしかもこのアカウントずっとねフリーで育ててきたからね、ルームレベルも結構いってるし大切なアカウントです。前のグループ辞めてからの1年めっちゃ配信頑張ったからさ、思い入れあるよなこのアカウントマジ。こんにちは。ちりも積もれば山田なでしこ、略してちりつも山田なでこ、ふわふわり。フォロワー数は結構いるよね、何人か忘れたけど結構いない？多いよね。ちょっとあなたが名前を呼ぶ、それただのしがない女のフリー枠なのに。でも本気で配信してたのは1年ぐらいだよね。4945人、そう嬉しいのよ。スタンブルガイズ配信しよう、もうねあるからこの携帯が。できるよみんなで。しばらく電源入れてないけど、これあ違うわ、あのね Wi-Fi をまだ導入してないんですよ。でパソコンであの勉強配信見るときはデザリングでやってるんですよね。でデザリングしながら配信ができるのか、できるか、できるんだったらやれる今んとこ。ちょっと Wi-Fi 導入もね考えてはいるんですけど、まだ決めかねてて、すごく決めかねている。なんか今日いつもと顔違くない？古い端末たまに充電した。本当？やるわ、ありがとう。顔いつもと違う？変？ブサイク？今日前髪切ったから思うのかな。いつもより可愛くない？愛人見知りだよ意外と。アイラインと、あさっきコメントくれてたよね、ちなちゃん。アイラインまつげめっちゃ良くない？今もうまつげめっちゃいいよね。アイラインも今日ちょっと頑張って引いてみた。やっぱねパリジェンヌやるといいよ、超楽になるメイクが。ひなっぴかわいい、ありがとう。推しメンが仲良くなりたいって言ってて、え誰誰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 ？推しメンって誰なの？トトロの。今日の夜ご飯は何にしようかな。あでも今日昼結局作らなかったんだけど、レタス卵チャーハン、あとベーコン入れるやつ作ろうかなと思ってたよ。美味しかった前作った時、レタスと卵とベーコン入れるチャーハン。フリーじゃないメイクいつも綺麗で本当超嬉しいんだけど。ああ藤井ゆいちゃんか。えお話いつ言ってたの？お話したことあるよ、私共通の友達がいるから、まあ司なんですけど。レタス炒めると美味しいよね。あのね、アイメイク参考にして腹痛くなってきた。今日お昼ご飯食べてから腹痛いんだよね。腹痛い。ですね、アイメイクはルナソルのね使ってます。私はマジねルナソル信者なんですよ。私はアイシャドウが一番ルナソルが綺麗。共通の友達イコール尽くす。そうだって私社交性がゼロじゃん。だからさ本当にさ新しい友達と知り合う場合はさ大体司の紹介ないよ、ほんまに。マジ本当に社交性ない。なんかもう辛い。でも私本当に社交性ないじゃん、みんな知ってると思うけど。だけどさリナさんとかさ、なんだろうあやさんとかさ、なんか出会いたかった人、出会うべく人、出会ってすごい嬉しい人にはなんか出会えるんだよ。でもなんか伝わるこの感じ。またメハートありがとう。
伝わってほしい、この感じ。なんて言っていいかわかんないんだけど、月曜日の特典会で以前の話になった。そうなんだ、嬉しい。こんにちは。愛のアイコン使ってくれてるのに絶対 DD 名前を盛る。そうルナソルを使ってて、15番と19番を使ってます。これがめっちゃいいよ。わ、色味伝わんね。このね、使いまくってるこの色がめっちゃ良くて、これもこれが多分一番最初になくなってすごい困る感じになると思うんだけど、これあるあるなんだけどさ、これをねめっちゃベーってここ全部に塗って、広めとナイダークロイ塗って、これで目の上をこう締めていって、ここのキラキラ、シルバーのキラキラがお気に入りなんですけど、これをこうチュンチュンチュンって出してます。でちょっと色味が顔に欲しいなって時は19番のこの薄いピンクをここら辺に、この辺に乗せて終わりって感じ。いつもそれ、毎日それ。女の子らしさ。でも愛は最近自分のメイクの中で一番チークがお気に入りなんですよ。ちょっとねこだわってて、チーク、ずっとチーク塗らない人間だったんですけどね、チークにこだわってるんですよ。今女の子が何人見てくれてるか分かんないんですけど、まず下地にこのピンクのね下地を頬に仕込むんですよ。アディクションのスキンプロテクター、ピンクの下地なの。すごくない？見えないわ。ピンクの下地なんですよ。これをピッて頬に塗っといて、その上からファンデーション塗って、内側からじわっとピンクな様子を出した後に、真ん中にこのね赤いチークをねポンポンって塗って、広いところにこのバカ薄いチークを塗ってるんですよ。この色がめっちゃ可愛い。すごい薄くて無理かなって思うんですけど、意外とね合うんだよ肌に。めっちゃ薄ピンクなんですけど超お気に入り。チークも3段階になりました。ちょっと段階増やしすぎちゃう私いつも。チークもね3段階で塗ってます。女の子ってほんと楽しい。キャンメイクトークを、アマミタツミ、ハンちゃんかわいい、ありがとう。前髪切りすぎた、もうちょっと長くすればよかった。女の子ってほんと楽しい。キャンメイク東京、参考にして、メイク参考にしてもらえたらめっちゃ嬉しい。今日の美術好きじゃないな。ライブの時と普段全然一緒。私はめっちゃ一緒です。もうメイク変えなくて、あんまり普段ずっとこのメイクしてるから。チークはマジで大事ってことに最近気づいたのね。だから本当にこの1年ぐらいなの、チークをちゃんと塗るようになったのが。本当チークって大事で、このね3段階がめっちゃ必要なんですよ。女の子らしさ、エロさ、したたかさ出していこうみたいな感じですね。アイリラブさんは女性なの？男性なの？何歳なの？めっちゃ聞く。気になる。こんにちは。個人情報探りに行くスタイル。こんにちは。睨まない、睨んでないよ。
鼻に見た今ラキの毛ついてたの。こういう小商売んですよ。今日なんか顔変だな。まあそんな感じっすね。鼻かゆ。お酒好きな女、え、女の子なの？嬉しい。お酒好きな女。なんとか見れた、よかった、ナイスタイミング。え、アイリラブさんはアイに会いに来たこと、アイに来てくれたことあるの？あら、タコタコ太郎はんめっちゃかわいい。うん、ありがとう。かわいい、ありがとう。相変わらずアップに頼るかわいさ。代々木で初めて見てくれたの？嬉しい、嬉しすぎる、嬉しい。じゃあこれからヨロピクって感じ？これからヨロピクねって感じ？嬉しい。私ね、こうやって言うと男の子のファンが拗ねちゃうからあれなんですけど、やっぱね、これはもう気持ち分かってもらえると思うんですけど、同性の人にねいいって、あの好きになってもらうのは結構嬉しいんですよ。やっぱうれしい。こんにちは、ヨロピクって感じ。ヨロウリッチ、こんにちは。別には勝てません。タコタコ太郎ハートありがとう。勝ってて拗ねるからでも特典会でもさ、私さ、女の子とやっぱりめっちゃイチャイチャするじゃん。なんか思う、みんな。やっぱ思わないでしょ、思わないでしょ。でも微笑ましいなって。感じでしょ。学校でアリちゃんのラップ聞いてる子いて話しかけて仲良くなりました。嬉しい。何それ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。こちらこそ、そんなことになってたのね。めっちゃ嬉しい、ありがとう。そのきっかけになれたことが私がこの活動をしてる意味すぎるわ。ありがとう、いいこと聞けた。あ、すごい元気出た、ありがとう。めっちゃ嬉しい。もっと頑張るね。もっと話題にできるような人間になります。頑張ります。嬉しい。ラキ。お前なんなんみたいな顔で見られてるわ。めんって、そんな顔せやんね。新曲発表してないよ、まだできてないもん、恥ずかしいけど。
そろそろ勉強に戻りたいと思います。みんなありがとう。変な時間の配信だったけど見てくれてありがとう。6月はたくさん配信も頑張るぞって感じだしね。ねってなんだなんだろう。勉強も頑張りたいし、ライブも頑張りたいし、もっともっと頑張っていきたいなって感じです。みんなもお仕事お疲れ様です。ランキング見ます。13位アメさんありがとう。12位ももかしか愛せない。末期期間病末期間者さんありがとう。11位チャンピオンさんありがとう。10位いつつさんありがとう。9位まぼろしさんありがとう。8位はんちゃんありがとう。7位 YSA73 と6月も楽しく行こう。了解ありがとう。6位ゴッチーさんありがとう。5位うんありがとう。4位トコトコ太郎ありがとう。3位ナベチありがとう。2位おこげさんありがとう。1位ミタパンありがとうございました。みんなありがとね。夏頃新曲待ってていいよ。勉強頑張ろう。もうちょっと仕事頑張って。みんなで頑張りましょう。今月もいい6月にしましょう。それではバイバイ。基礎研さんありがとう。毎日やってるほぼやってるからまた来てね。ありがとう。